他の現場にはないやっぱり収録の雰囲気がありますね。僕もやっぱりその現場に入って他の現場では絶対ないぐらいなんかこうね挨拶にも身が入るね。も例えばカジさんがこう来た時にね、うん、なんかこうねパッと立って、うん、おはようございますってこういつもおはようございますって来るじゃないですか。うん、もうカジ君見た瞬間にあおはようございます。それぐらい気が引き締まる。今日もそうでしたね。それやめてもらってもいいですか。あのそういうことになってます。カジ君ってそういう存在なんですか。ピリッと気が引き締まるみたいな。引き締まるだけじゃなくて、カジ君という存在がいることによって、うん、自分たちがどれだけやらなきゃいけないかっていうね、うん、そういう意欲をかき立ててくれるよね。なるほどなるほど。そのとこどうかな。俺に聞いてるんですか。いやだからやめてください。はい、もうちょっといたたまらないんで。金輪際やりません。あ。悪意がなんかいやトゲトゲしかったですけど、はい、尊敬してるんですよ僕らは。カジ君はそうですよ顔もうすごい尊敬してるんだよ尊敬をして聞いて聞いてどうしたらいいんだ尊敬もしてるし、うん、心から愛しているし、うん、だから俺らにお前が本当に必要なんだよなんでだから喧嘩売るみたいなそんな感じなんですかいやあ？いやーだからこういう時に細谷さんが一人いてくれると、僕わかりませんみたいな。そう。細谷さんに振ってもそうでしょ結局。いやだからどう思うの細谷さん。そういいと思うよ。あるじゃん。似てる。そういう感じ。だけど僕こうなった時に細谷さんに振ると一回終わりってなるからいいんですよだから。なるほど。